前回のラジオでお話しした唯一の心残りダイアクロンダイヤバトルス V2 を買えなかったっていう話だったんですけど、なんか悔しくなっちゃって初回限定版を買っちゃいましたね。そしてね、いつものごとく棚に飾られてはいるんですけど、その先がね、まだ開けて遊ぶっていうところまで行けてませんっていう、はい、同人生活です。ということで、今週もどうする、今週はどうするの時間が今週もやってまいりましたね。はい、ということで、まあトップニュースとしては、めちゃくちゃ高いダイアクロンダイアバトルズ V2 を買ってしまったと。でその後にね、どうやらうちの近所に、まあ徒歩20分ぐらいのところにトイザラスがあったらしくて、もうそこは売り切れちゃってたんだけど、なんかねダイヤバトルス V2 をね5000円ぐらい安く買えたと。嘘だろジョー太郎っていう感じですよね。いや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 、っていう感じで、はい、順調にね順調に金を減らしていく滑り出しですね、今月も。で、今週はどうするということで、まあ、今週の話をしていきたいんですけれども、あ、そうだ、収録時間は2016年の6月7日、21時55分です。はい。いやーね、本当はね、月曜日の昨日収録したかったんですけど、なんかね、よくわかんないけど、会社出たのが10時ぐらいだったっていう。いや、もう悲しいよね。新入社員ですよ。まあ、4月に入ったから、まあ、2ヶ月か。まあ、2ヶ月仕事やりましたよっていう感じなのに、なのにっていうか、まあ、だからこそ、まあ、残業ってのはね、まあ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 、やんないと仕事が回んないとかいろいろあるから、そこはね、やるやらないとか賛否両論云々とかそういうことを言うつもりはないんだけど、10時っていう。やばいでしょ。定時の何時間後だよ、みたいな。ね、そっから、ね、ご飯とか食って、お風呂入って、まあ家に帰るのは会社近いんで、まあ徒歩でね、結構パパッと帰ってこれちゃうんですけど、そっからね、まあ風呂入りの何しいのってしてたら、まあまあ次の日のことも考えたら動画なんて撮らないで寝た方がいいってなりますよね。って感じです。そのため月曜日は撮れませんでした。でもってね、私の中での一番のこう今週の出来事っていうか今週の予定、まあまだ確定してはないんですけど、東京おもちゃショーですね。11と12かな、今週末の土日ですね。今週末の土日に幕張メッセじゃないわ、有明のあれだね、なんだっけ、ビッグサイトか、そうそう、ビッグサイトでやるみたいです。でね、ダイアクロンのね第2弾の発表もありつつ、トランスフォーマーのね限定品記念品みたいなのも発売されの、いや、そんなのね行きたいですよ。ちなみに入場は無料なんで、皆さんもおもちゃ好きだったら東京有明の幕張メッセじゃなくて、東京ビッグサイト行ってみてはいかがでしょうか。とりあえず東京おもちゃショーで調べると詳細がね出てくると思います。で、そうだな、それ以外のこととしては原稿は未だに今月は書けておりません。いや、もうそろそろね、そうだね、だいたいね、私の感じだと1ヶ月に2ページ同時にこう書いてあげていくっていう感じで言ってるんですけど、もう1ヶ月ちょっと過ぎちゃってるからね、いい加減書きたいんですけど、なんか繁忙期を抜けたらしいのに、繁忙期レベルのこう忙しさっていうか、
まあ、なんかね、私の上司がちょっと働きすぎたから、そう、休みをちょっと取らないといけないと、まあそういう話になったのかわかんないんですけど、まあとりあえず働きすぎだったんで、その休みのためにね、なんだろう、その私の上司がちょっと気になる案件っていうのかな、仕事を全部終わらせるっていう形を取ったために、まあなんか最近帰ってくるの遅いんですけど、まあね、上司の方にはね、ぜひとも少しでも休んで家族とね一緒に過ごす時間を作ってほしいなとは常々思っております。まあね、いくら仕事できるからといって人間だし家族もいればね、それなりにそっちの方にも時間を割かないと、なんじゃこりゃっていう感じになりますからね。で、そうだな、そもそも配信する日をたがえてる上に時間まで遅くなっちゃうので、もうそろそろ終わりにしたいと思うんですけれども、あさってからついに Doom の方が配信始まります。で、今の予定だと Doom がね、木金で2本連続できて、で、まあ日曜日にできる限り生放送していくと。で、月火でエイリアンネーションの方をこう公開していけたらなというふうに考えております。で、まあ週4なので、まあ、それなりにね、それぞれのゲームで1ヶ月2ヶ月ぐらいは動画続くと思うんで、だいたいそうすると8月のなんだ、ノーマンズスカイぐらいには終わるんじゃないかなと思っておりますので、そっからはノーマンズスカイやりつつ、何か別に気になるゲームがあればっていう感じですかね。まあ基本的に8月からはノーマンズスカイで行こうかなと思っております。ちなみに8月ね、ノーマンズスカイの発売の前後あたりから夏休みです。5日間だけですけど大学とはわけが違うっていう感じですが、まあ、楽しみですね。ということで、じゃあ今週のラジオはここら辺で終わりにしておきたいと思います。で、こっから連続してね、ちょっと動画を撮るので、まあまあまあ収録時間からはだいぶ遅れて配信になってしまうと思うんですけれども、よろしくお願いします。で、ぜひねぜひチャンネル登録とコメントと、あとは小説読んでもらって、ぜひとも私の活動の源を皆さんに分けていただきたいなと思っております。 Twitter もね、ぜひフォローしてください。ということで、じゃあ皆さんゆっくりおやすみなさい、っていうかもう夜中だと思いますけどね。はい、それじゃあまた来週、バイバイ。